淡いピンクや白色が可憐なスイートピー。花言葉は門で旅立ちで、その姿が飛び立つ蝶にも似ていることからイメージされたと言われています。三重県美浜町の古川園芸では去年の12月から出荷が始まっていますが、卒業式などのシーズンを控え、出荷作業はこれから最盛期を迎えます。ハウスでは20種類21万株のスイートピーを栽培していて、従業員が咲き具合を確かめながら一本一本丁寧に切り取っていきます。今年は色合い大きさともに上々の出来で、およそ30万本を愛知県や岐阜県に向け出荷するということです。出荷作業は4月中旬まで続きます。